ラジオリビングは1976年4月から放送している日本放送の生コマーシャル。正式には日本放送ラジオリビングを名乗る。愛称はリビング。ラジオ局が自社運営で本格な通信販売事業を行うのは珍しく、日本放送の関連会社である株式会社日本放送プロジェクトが番組制作、商品販売を実施している。 売上高は、ラジオショッピング業界で主位。富士山系グループが1970年代に展開した通販事業戦略、リビング作戦の一つであるが、リビング作戦の中核であったディノスとの連携は2020年10月までは、基本的になく、2014年時点で年に、数回くらいの扱いしかなく、2020年12月に、当該ラジオショッピングが未編成の土曜に、 サタデーミュージックバトル天野の広行きルート930の番組内コーナー、ルート930ラジオでディノスとして編成されたくらいである。1976年4月に日本放送のご全体ワイド番組、青空ワイド内で青空リビングとして放送開始。それを皮切りに他のワイド番組内でも早起きリビング、 ハローリビング、リビング等の名称で放送を行うようになった。なお通常は、ラジオリビングを行っていない、ワイド番組でも、期間限定で、ラジオリビングを放送することもある。1976年から2000年まで、朝10時台に放送されるものは、青空リビングを名乗っていたが、2011年1月に、すべての時間帯で、番組名を、ラジオリビングに統一した。 通常のラジオショッピングと違い、原則として販売員は登場せず、日本放送の現役、OBOG のアナウンサー、もしくは番組パーソナリティが商品を紹介するのが特徴で、商品によっては、実際に1週間ほど使用した後の感想を述べたり、通販カタログのモデルとして登場する。過去に利用した顧客向けに、通販カタログを毎月を発行しており、 利用者への配布や日本放送本社社屋での配布やラジオリビングのショッピングサイト上でも閲覧が可能となっている。テーマ曲はかつてはカプリコーンのリバプールハローホースとジャニコウスキーのソウルフルストラットを使用していたが2011年1月以降は全番組ラジオリビングにタイトルを統一共通のジングル BGM を使用している。2000年には インターネットショップ、オンラインラジオリビングを開設、2011年には放送35周年を迎えた。2015年から2017年3月末まで、東海ラジオの午後の番組でも放送を行っていた。ナイターオフシーズン大抵は外部の通信販売会社が運営しており、自社運営なのは日本放送と TBS ラジオ、FM、NAC5 などごくわずか。 会社四規法、未上場会社版2017年下期東洋経済、新報社、2017年1160ページ第一部、富士山系グループの形成とリビング作戦、酒井正夫、テレビショッピングことはじめ。ISBN 九百七十八から四から5 9 4 0五五六五三木曜にて、辛抱自動ズームそこまで言うか。激論ロックゴー、編成人は増山 その他特番編成時は、生ワイド特番のアナウンサーが担当2011年のナイターを吹きのみ、分離別室での紹介。2012年3月29日放送分にて2012年のナイター員により放送弱縮減のため、以降と外番組から、松本結成記事は、同番組のパートナーの箱崎緑が担当。高島が、休演時は、当日のスポーツニュース読み上げる。 日本放送スポーツ部のアナウンサーが担当、ありがとうございます。